三島町のある風景は台湾人観光客の密かな人気となっています。町ではこのチャンスに外国人観光客獲得に乗り出しています。奥会津の三島町には初めての雪道を歩く4人の観光客がいました。台湾から来た人たちです。旅の目的は渓谷に広がる冬の只見線の絶景です。 Famous in Taiwan Google 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 インターネット、はい、インターネット人口1700人余り。年々高齢化と過疎が進む雪国が台湾で密かなブームとなり、観光客の PR に乗り出しました。これは中国版ツイッターで紹介された画像です。台湾では只見の風景が世界で最もロマンチックな鉄道の一つと称されています。絶景ポイントが待っています。普段雪に馴染みのない台湾人たちは雪道を宿泊しながら歩きます。そして目的地に到着。世界で最もロマンチックな鉄道と称される風景です。今年は暖冬の影響で一面の銀世界とは言えませんが、台湾人観光客はその風景を満足した表情でカメラに収めます。 First time to see the train across the river、台湾はあまり雪が降れないから、だからみんなは雪とても見たいと、見るととても興奮していますから、わざわざ来る価値がある。絶対来てください。台湾の海外の人様、今日は安全を考え、普段は歩けない頂上まで町の職員が案内しました。いろんな観光での町づくりとかそういったことにもやってきますので、まあ、こういったことを通して地域の振興発展になっていけばいいなというふうに考えています。この観光のチャンスに三島町では町を挙げて外国人観光客の獲得に取り組んでいます。